現在プロテクト解除率 82%。 ハーリー君。はい、現在プロテクトコード65番まで完了。もう少しです。急いでくれ、時間がないぞ。敵機動兵器遺跡内に侵入しました。
敵システムのプロテクト解除は？もう少しです。解除 OK。 全システムブロックへの侵入が可能です。よろしくね。もはやこれまでか。火星の後継者の全システムを掌握しました。敵艦隊は沈黙しています。いやあ、みんなご苦労さん。よくやってくれたんで助かっちゃったな。暁さん、もしかして最初から全部わかってたんですね。ルリ君鋭いね。事の起こりはクリムゾングループ内に不穏な動きがあるっていう情報だったんだな。それでうちのシークレットサービスに内定を進めさせてみると、火星の後継者の存在が浮かんできた。そうなんだよね。火星の後継者のクーデターを援助する代わりに新政府樹立後の市場独占を約束してもらっていたわけですな。クリムゾンもキサゴクランでケチがついてからこっち落ち目になる一方だったしな。企業としては起死回生の苦肉の策だったんでしょう。というよりクリムゾンのお嬢様がかな。あのシャロン・ウィードリンは？彼女はクリムゾングループのオーナーの娘だよ。あの女が？クリムゾン家にはアクアっていう問題の多い娘がいるんだけど、彼女はその腹違いの姉なんだ。もっともシャロンはクリムゾン家に対して憎しみさえ抱いていたようだけどね。どうしてです？両親の愛情は常に妹のアクアに向けられていたそうだよ。それであんなにひねくれちゃったんだ。そんなわけで彼女は親の七光を使ってクリムゾン内でやりたい方だ。家庭内の問題を宇宙に持ち込むなっての。もっとも今回の件には某国の陰謀が絡んでるって情報もあるけど、ま、今となっちゃ全ては闇の中だよね。艦長には飛んだ訓練高校になっちゃったけど、結果オーライということで。統合軍やら宇宙軍が今そっちに向かってるはずだから、あとは任せていいんだね。ま、とにかくお疲れさん。僕たち、何やってたんでしょうね。腐るなよ、ハリー。